笑顔で。さては。軽く前かがみ、それでピースしちゃってください。それで今度両方からと思うんですが、右側の向きをこちらに、こちらに変えましょう。はい、それでまた向こう側の手でピースしていただくような感じ。はい、すみません。はい。すみません、そのまま。最後、キッシュエンください。はい、OK です。ありがとうございます。じゃあ、ピースで、すっごい笑顔。はい、で、片方の手を腰にバチッと当てちゃう感じ。敬礼です。はい、はい、じゃあ両手は上に上げていただいてセクシーな感じです。はい、いいですね。はいはい、ちょっと体斜めにしましょう。はい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 、そうです。はい、右手だけ上げてもらえます。そうです。あ、いい感じ。はい、ですよ。はい、じゃあ体ちょっとねじってください。僕の方向いてくれる？できるだけ。グイ、腰ねじる。グイ、オッケー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 。はい、はい、じゃ逆も。両手を頭の上でちょっとクロスするような形で少し体を斜めに振っていただいて。そうです。はい、じゃあ前かがみください。こうちょっと持ち上げるような感じで手を添えてもらっていいですか？そうそうそう。で、にっこり。はい、あとちょっと無言って感じ。はい、で、これでください。はい、お願いします。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、こちらの作品、去年の7月ぐらいに沖縄で撮影しました。はい、何本目になりますか？9本目の DVD になります。はい、じゃあ慣れますね。でも毎回なんか緊張したり課題はあるので、こう頑張るぞって思って撮影に。作品のなんかコンセプトとか
か、はい、ストーリーみたいな全体の概要があったりしてください。コンセプト、そうですね、裏にも書いてあるんですけど、夢のようなシチュエーションに出会ったということで、私が彼女をいう設定で、恋人と一緒に沖縄に旅行に行くっていう設定になってます。アクリの裏の方ちょっと見せて、はい、こんなシーンがあるよっていうことでいくつか見ていただきましたいですか。はい、そうですね。一番大きいこの写真のは、裸エプロンをイメージして、お掃除したりだとか、一緒に美味しいものを彼と食べたりとか、ちょっとその合間にイチャイチャしたりとか、そういったシーンだったり、あとは、そうですね、この衣装では一緒に、海で遊んだ後に帰ってきて、海で汚れちゃったから一緒にお風呂に入ろうっていうシーンだったりだとか、あとは、そうですね、沖縄ということで、やっぱり海がとても綺麗なので、一緒に海で遊ぶようなシーンだとか、それで疲れて、夜は、寝ちゃうんだけど、一緒に寝て、セクシーな衣装でちょっと、私が積極的になるっていうシーンもあったりします。そのセクシーなシーンが、はい、気になるんですけども、特にここを見てほしいみたいなことで、ね、見どころを聞かせてください。全部ですか？見どころ、おすすめのシーンは、そうですね、どれもおすすめなんですけど、やっぱり海がすごく綺麗だったので、綺麗な海で、久々に沖縄に行ったので、すごい楽しかったっていう、のもあって、そういう楽しさが伝わったり、海綺麗だなっていうのが伝わればいいなっていうふうに思います。はい、ゆかさんといえば、バストかなっていうのが魅力かな、はい、チャンポイントかなと思うんですけど、はい、それが特に魅力、はい、アピールできてるかな。そうですね。やっぱり、おっぱいが綺麗にっていう感じだと、やっぱりこの裸エプロン、本当に、上、何にも着てないって、本当の裸エプロンですね。下ももちろん入ってるんですけど、下、上は本当にガチの裸エプロンなので、横から見た時とか、すごく横乳とかが綺麗に見えるんじゃないかなと思います。その他に特に頑張ったところ、苦労したところありました？はい、そうですね、7月ということで沖縄の夏すごい暑かったところが日焼けだったり暑さだったりが大変でした。その中でやっぱり海だとか、あと屋上でちょっと彼と一緒に運動したりだとか遊んだりするシーンがあったんですけど、なんか何もこの暑い時に屋上でなぜ遊ぶっていう思いながらやってましたけど、でもなんかそれも含めて楽しかったです。お自身の点数つけると満足度何点ですか？満足度、100点満点です。満点きた。はい、もうありがとうございます。はい、あと、先月誕生日迎えられたばかりでしたけども、はい、誕生日どうなの？誕生日はそうですね、友達にお祝いしてもらったり、また大人になったら頑張るぞっていう思いとともに、はい、お誕生日お祝いしてもらいました。具体的に何かこれから頑張ろうなとか、はい、まあ、次10本目になりますけれども、抱負みたいなことをさらに優しいですか？そうですね、抱負、そうですね、まあ10本、せっかく9本もたくさんDVD 出させていただいたので、江戸からには10本目もまた出せた DVD 出せたらいいなと思うような気持ちと、あとはそうですね、その他いろいろグラビアのお仕事とか、あとまあ YouTube だとか、そういういろんなことに挑戦していきたいなというふうに思ってます。秋田さん大丈夫でしょうか？はい、グラドルだったらと言いますが、はい、グラドルらしいシーンがこの中に入ってたんですか？グラドルらしいシーンですか？はい、グラドルらしいシーンは、あ、そうですね、なんかどの衣装かちょっと記憶が曖昧なんですけど、はい、なんかエピソードでこういうなんかポーズするから見てねみたいな感じで、はい、なんかそのポーズの練習みたいなのがあったような記憶があります。はい。いわゆるグラドルポーズ。はい。
はい、はい、はい、すいません、はい、ありがとうございます。そうですね、SNS いろいろ Twitter とかインスタとか YouTube だとか、あと最近配信も頑張ってやってるので、ぜひチェックしてもらえたら嬉しいです。撮影会とかもやってるので、よかったら、会いに来てください。それでは、たくさんこの作品もおすすめなので見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。バイバーイ。はい、はい、じゃあお願いします。はい、はい、で逆の手腰にバチッと当てちゃってください。すいません、そのままお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ、そのまま今のところですね。はい。はい、今、ステージとスライハーを使いまして、頭の上に乗っけてみて。で、光ったんで少し見たら、最後に。はい、じゃあ、軽く指差ししましょうか。はい、はい。はい。じゃあ、頭の上に乗っけてください。ポイント。はい。お腹の前にも行きましょうか。はいはい。もうちょっと下でーす。そうでーす。はい。はい、じゃ横向きでお願いします。横向きで、右でパッケージ持ってたんですかね。そう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 、そんな感じです。はいはーい。はい。じゃ最後、前かがみでください。はい。うん、いいですよ。そうそう。もうちょっとかがみで。オッケー。いいです。で、顔の横で。グッと。ああ、いいですね。それで髪をかけ上げる感じにしました。はい。下からいきます。はい。置いて。そしてピースもください。はい。はい、ありがとうございます。以上です。